1秒でわかるジュールルナール、長すぎる。はい、どういうことですか。あ、収録の方お疲れ様でした。いや、長い時間の収録でしたね。いや、まだ始まったばかりです。始まったばかりです。いや、編集のパゲタさんにはすごい苦労をかけるかと思いますが、今回もちょっと長い時間になってしまいましたね。いや、お疲れ様です。まあ普段はかなり苦労はかけられてはいますけど、まだ大丈夫です。まだ大丈夫です。え、もう言いたいことは全て終わったので全然締めてもらっていいんですけど。いや、早いです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 。やっぱりこう今の時代はもうタイムパフォーマンスなので、もう動画の最初だけで全てギュッと詰めるというね。いや、短ければいいってもんじゃないんですよ。短くて濃い内容だからタイムパフォーマンス意味があるわけであって。いや、今もう全てを詰めたんで、もう凝縮ですよ。何で、全く分かんないです。じゃあ、聞き逃したんだったら、ちょっともう一回言ってみますね。あ、はい、一応。1秒で分かるジュールルナール、長すぎる。いや、変わんないです、変わんないです。まあ、というわけで、まあ、冗談はさておき、今回はですね、そのフランスの文学者、ジュール・ルナールのお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。ああ、はい、よろしくお願いします。ゆるがくとハウスアネックス。今回話し手を務めさせていただく、ゆる文学との平山です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、で手を務めさせていただきます、ゆる土木計画学徒のパゲタです。まあ主に道路の話とかをしています。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。でも伝えたいことは伝え終えたって感じなんですけども、まあもう少しこう詳しめに説明をしていこうと思います。あ、はい、ぜひ。はい、でまあ、このジュール・ルナールっていうさっき取り上げた小説家ですね、まあ、フランスの文学者、まあ、19世紀の終わり頃からこう活躍を始めた文学者なんですけども、まあ、この人がこう目指したイデオロギーというかこう美学、まあ、この、テーマが短さなんですね。はいはい、つまりこう小説は短ければ短い方がいい、まあ、その究極を突き詰めたのがジュール・ルナールであると。だからこのジュール・ルナールの説明はこう長くてはいけない、もう1秒で長すぎるによって完結するというわけなんですね。いや、まあ今までのちょっと理屈というか展開はなんとなく分かったんですけど、ちょっと分からなくなったのが、1秒でも長すぎるっていうのはそのジュール・ルナールさんもおっしゃってること、それとも平山さんの意見？あ、そうですね。ジュール・ルナールはまあこの1秒という時間では言いませんでしたが、非常に似たことを言ってまして、それを引用してみますと、まず1つ目、15、つまり10ワードですね、10の単語、これを超える描写ははっきり目に見えなくなる、はいはい、つまり10の単語、10単語以上使うともうそれは良くないっていう、まあ、テーマですね。あ、なるほどなるほど。で次はその行ですね、5行を超えるフィクションはもうそれは偽物である。ほう、まあ1行何語なのかちょっと分かんないところですけど。で、そして、その究極はこれですね、ん、詩の1行だけでもう長すぎる。あだからもう1行すらも読めない、もう現代の我々超えですよね。あ、なるほどなるほど。まあ、つまりこう我々タイムパフォーマンスとかにすごい踊らされてますけども、もうそれはジュール・ルナールに比べるとまだまだ悠長だと言えるわけですよ。あ、なるほど。そ、大丈夫かな、ジュール・ルナールさん自分で自分の首絞めてないですか。まあ、もちろんこれはその美学であって、やはりこう通常の長さの小説から始まってどんどんこう突き詰めていって、まあ、尖りに尖った結果としてこの境地にたどり着いたっていうのが、まあ、正確なところなんですけれども。あ、なるほど。 あくまでその自分のなんか中の美学の究極系がそれだっていうことで。そうですね、まあでも考えてみればその言葉ってある意味こう長ければ長いほどこう上慢になってしまって、まあ、何が言いたいのかが分からなくなってしまう、まあ、それよりはこうシンプルに突き詰めた方が、まあ、かえって意味が伝わるっていう理屈はまあ分かると思うんですけれども。うん、そこはなんかなんとなく分かりますね。これ確か堀本さんのなんか切り抜き動画で見たんですけど、お風呂が気持ちいいことを示すのになんかくどくどこの温泉はなんとかっていう成分があってっていうのを肩こりに聞いてっていうよりも、入った映像を見せてあっっていうだけでもう十分情報量が伝わるっていうのが聞いたことあるので。なるほど。はい、なんかそれそういう話かなって思いながら、なんかとにかく短く情報量を詰め込むっていう。
まあそうですね、確かにその感嘆詞あーとか、あーなんか疲れたとか、その良かったとか、まあそういったエモーショナルなところの一語でもってその人の気持ちがよく伝わるということはあるかもしれないですし、まあそれもこうルナールからしてみたら、お前やるやんけ、なかなか短く作れてんなって感じでお褒めの言葉をもらえるかもしれないですね。まあでもそうか、偉人だからまあ別にいいか、それぐらい上から目線でも許されるか。さらにまあこのルナール面白いエピソードがあって、そのすごく長いものをまあ嫌っていた、だからその延長としてこう髪の毛が長いことを嫌っていた、だからすごく髪の毛を短く刈り込んでいたっていうエピソードがあるんですよ。でまあそれとこれと話が別な気がしますが、一応そういう逸話が残されていて、だからこれをもう先日も言えるのならば、こうハゲは文学の思考であるっていうのがルナール的に言えるかもしれないなって思いますよね。いやまああれをあの情報量があるって言っていいのかどうかはちょっとさておきますけど、あの下手したらゼロじゃねえかっていう気もせんことは。だから髪の毛の長いことは、それはあのルナール的には上慢であって、髪の毛はこう丸く短く刈り込むべきであると、うん、まあ、なので私よりもパゲタさんの方が文学に近づいている、髪の毛の長さでもってっていうことは言えるかもしれないですね。髪の毛の長さだけで比べたらそれはそうです。いやだからこうあの道行くこうあの髪の毛がまあその少ない人、あるいはこう刈り込んでる人は、あ文学やってるやんけってルナール的には言えますよ。いやなんかあ逆にお前ら馬鹿にしてんだろうっていうふうに言われ喧嘩売ってるのかって言われをかねます。ルナール的文学の思考としてのこうハゲですよね、うん、もしかしたらその最初にあのハゲの人を捕まえて文学的素養がありますねって言ったら、はって言われて、いやるって言った瞬間にバーンってやられる可能性もあるし、まあもうそれはあの私は責任を負いかねますので、あの文句はルナールさんに言ってください。とりあえずもう一回話戻しますと、まあルナールはこう短さをまあ美学として見ていた、だからその文章は長いのは良くない、もうその究極としてこう詩の一行でさえ長すぎるっていうすごい極端なことを言ってました。じゃあまあそんなルナールはどんな作品を書いたのかって気になりますよね。まあそうですね、今のところハードルガンガン上がってる状態ですけど。じゃあまあどんな話を書いたのかっていうのを、まあ、今回は2つ取り上げていこうと思います。はい、では、そんな、短さ大好きなジュール・ルナールの書いたその短い作品、まあその1つ目は、フィリップ一家の家父っていうお話でございます。はい、家父、はい、で家父っていうのはまあその家の父ですね、つまりまあフィリップ一家のお話っていうぐらいの意味で捉えてもらったら OK です。ああはいはい。で、まあ、このお話を紹介する前にこうあの歴史的な背景をたどっておくと、実はこの、うん、作品ってその芥川龍之介がすごいこう激賞したことで知られている作品なんですね。でこうあの1年前のこう復習なんですけども、なんかその菊池寛の小説を文章の一節を取り上げて、なんかこう短編小説はタイパ的に良いから優れているみたいなことを菊池寛が言って、である意味それの実践者としてこう短編小説の名手の芥川龍之介がいたっていう動画を、まあその1年前に収録したんですけども、はい、なんか話を聞きながら、あそういえばそんな話を取ったなーって思いながらあの聞いてはいました。はい、でまあそれのその、理論的なところとして、その芥川龍之介ってすごいジュール・ルナールに影響を受けてたんですね。おおはいはい。だからある意味こうジュール・ルナールの短さの美学っていうのは芥川龍之介にこう受け継がれていると言えますし、まあ、そしてこう、うん、芥川龍之介とあともう一人こう文豪として谷崎潤一郎って知ってます？あなんか聞いたことはありますね。なんか作品はパッと浮かばないですけど、まあ変態文学として非常に名高い谷崎ですね。そうなんすか。そうですね、なんかすごいやっぱりこうマゾヒズム的な文学を書いたことで、まあ、よく知られている、まあ、そんなあの変態文豪の谷崎潤一郎と、まあ、そのジュール・ルナールに影響を受けた芥川龍之介、まあ、その2人がこう文学論争を起こしまして、まあ、その内容は何かって言ったら、その筋のない小説は小説として成り立つかってことを議論したんですね。筋？あつまりこうお話ドラマですね、展開としてのこう起伏が文学この本質であるのかっていうお話ですね。はいはいはい。で谷崎の方はそのお話の要するにこう展開の起伏とかそういうドラマティックなところも、まあ、文学の、 あの重要なところだろう
って言ったのに対して芥川龍之介はいやそんなん必要ないと、もうドラマチックじゃなくても文学というのは成立するし、むしろそれは不純物だから取り除くべきだみたいなことを言ってるんですね。あー、いやなんかどっちもなんか正しそうではある気がしますけど、素人からしてみたら。まあどちらももちろん言い分分かって、ただこれ残念ながら議論の決着は芥川龍之介が自殺したことによってこう決着つかずって感じだったんですけども。ああそうだったんです。まあただあのどちらもまあ言い分は分かるって話で、ただこう芥川龍之介の筋のない小説、あのドラマチックじゃないこう小説の例として、あの好きだったジュール・ルナールを取り上げていると。そしてその取り上げられた具体的な作品が、最初に言ったこうフィリップ一家の家父っていう作品でありましたと。おう、まあ、聞いてる限りだと、まあ、そんなドラマチックな展開もない小説っていうようなことをイメージしますけど、その中で。そうですね、まさにその通りで、実際読み始めていくと、あのフィリップ一家、まあ、フィリップっていうまあその主人とその奥さんとその息子のピエール君、まあ、その3人の本当にたわいのもない日常、うん、あとその畑で の, あの生活みたいな感じで、まあ、ぶっちゃけ面白くないわけですよね。ああ、それそこは言い切るんですね。いや、あのつまりドラマチックじゃないからこそハラハラドキドキはさせないし、何か起こりそうで全く起こらないで、まあ、ある意味こう現代的とも言えるわけですけども、まあ、だからこれ多分こうあの芥川龍之介は読書家だったので、やっぱりこう一周回って面白いっていう感覚だったと思うんですね。なるほど。なんだろうな、なんかアニメで言ったら日常系を受け入れるか受け入れないかみたいな感じかなって気も しましたけど。あ、なるほど、そうですね、こうあの可愛い感じの女の子のこうたわいもない日常生活をまあ描いたアニメがあの良いかどうか。あ、なるほどですね。ちょうど僕が高校生ぐらいの頃に、まあいわゆる軽音とかが徐々に流行り始めたりとかして、そういう、まあ、日常系が徐々に増えていったんですけど、まあ、僕は当時はこの回の話で言ったら、あの谷崎潤一郎派で、そういうドラマチックなやつがないと面白くないだろうって言って、あんま日常系否定派だったんですけど、あのちょうどあの僕が高校時代にやっていた日常系あの受け入れるか受け入れないか論争に近いなって思いながらちょっと聞いてありました。あ、そうですね、つまり芥川龍之介は日常系アニメが好きだったということですね。まあそうですね、僕の中ではそういうイメージが今のところ、あの現代に生まれてたらハマってんだろうなって思いながら聞いてるんですけど。あ、なるほど、いや、いい意見ですね。まあ確かにちょうどあのパゲタさんと私も同世代で、やはりこう、まあ、中学高校ぐらいにこう軽音で、その前にあの何でしたっけ、ラキスタみたいなやつがやってて、でまあ、それ の, こうあの日常系こうドラマのない展開を良しとするかどうかっていうのは当時あのオタクの間でこう議論になってたと、記憶してますけども、まあ100年前の文学においてもある意味では似たようなことがあの言われてて、つまりまあフィリップ一家の家風は、まあ、そのこう萌えアニメですね、日常系アニメだって感じで、まあ、見ていただければと思いますね。そうです。でただまあここでこう思い出していただきたいのは、こうあのジュール・ルナールが何を唱えていたか、短さの美学でしたよね。はい。で実際これ読み進めていくと、途中までは全然こう短さとか関係ないというか、もちろんこうドラマチックではないけれども、すごい平凡な、まあ、会話、まあ、ぶっちゃけそんなに面白くもない会話を割とつらつら書き進めていて、まあ、そんなにこうあの短さの美学生かされてないんじゃないかって思うんですね、読んでいると。はいはいはい。ただこれすごいのがその最後ラストなんですよ。はい。でラストどうなるかって言ったら、物語は確かにドラマチックにはならないんですけども、こう文章の形式が変わっていって、うん、もうあの談笑形式って分かります？つまりオムニバス形式でこうあの短い文章の連なりがあのいくつもつながっている小説の形式ですね。あ、なんとなくは分かります。でそれの究極形として、もう一行書いて開業して、もう一行別の話書いて開業してって感じで、ちょっと想像がつかなかったんですけど、なんか具体的な文章の例ってあります？あ、 OK です。で要するにその描写ですよね、そのなんか説明をダラダラ入れたり会話を入れるんじゃなくて、もうその一行でもって描写を重ねていくんですけども、最後のところから抜き出してみましょう。まずこの流れとしては、そのまあ
ウサギをこう取って、それの帰り道ですね、はいはい、でまだ一行のそのすごい短くなってないところから始めますね、はい、彼は取ったウサギをメカゴに入れる、ところがウサギの耳がはみ出してブラッと下がるのでメカゴが隠れてしまう。フィリップに殺されたウサギがそんなまずい格好をしてパリへ行くという法はない。彼はそこで耳を引っ張り上げてそれをイギリスピンで止めておくのである。まあすごい普通の描写、まあ、むしろ丁寧にそのウサギを飼った後の、まあ、描写が細かくされているっていう感じですよね。今のところは普通ですね、うん、でこの後一気にこう一行ごとの開業が始まっていて、まあ、読んでみますね、はい、夕方寮から帰って彼は言う、あれだけの道をまた歩き直すのは嫌だな、うん、で開業、うん、油太りの女を見てあの女はうまく骨を隠しているという、うん、うん、で一行開業、風が強く吹くと風見が手間を惜しまないという、うんうん、開業、はい、川の水が溢れると海が見えるという、うん、開業、うん、彼が非常に愛していた弟が死んだ時、うん、こんなことにはちょっくらとなれそうもねえと言った、うん、で開業、うん、どんなことだってないとは限らない、彼は言う、猫の尻尾でさえ舞い込んできたんだ、うん、以上です。なんか文章を聞きながら一行ずつ聞いていて、なんかその映像を思い浮かべてたんですけど、知らん、なんか太った女の人出てくるわ、なんかいつの間にか寮だから多分森の中かなと思ったら急に海とか川のあたりに移動してるわで、なんかわけわからんかったんですけど聞いてて。そうですね、だからこう途中まですごい丁寧に書かれていたのが最後になって一気にこう説明を放棄して、ある意味こうイメージのこうパッパッパってフラッシュ的に表示していく、まあ、そういったすごい前衛的な、まあ、悪く言えば未完成のこう小説にも思われる、そういったすごい前衛的な手法をジュール・ルナールは取り入れた。そしてこのパッパッパってこう瞬くようにさまざまに場面をこう目まぐるしく入れ替えて、それでこう表示していくことによって新しい文学の形を生み出したんちゃうかっていうのを芥川龍之介は唱えたわけですね。まあ形態としては新しいなとは思いますけど、なんだろうな、なんか言ったもん勝ち感もあるなっていうのがちょっと僕の中の印象ですね。なんかそうですね、まあこれを評価するかどうかっていうのはやっぱり賛否両論分かれるところなので、まあもちろんこれをこう新しすぎる、あるいはうまくいってないというのは一つの意見ですし、一方で芥川龍之介はものすごい感銘を受けて、まあそれこそさっきも言った一周回って面白いの感覚だと思うんですね、うんうんうん、まあただそれですごい影響を受けて、実際芥川龍之介ってまあもともと短編の名手だったんですけども、このジュール・ルナール的なこう断章形式、はい、短く書いていくっていう形式をすごい取り入れて、まあ正直こうルナールよりもやっぱ芥川龍之介の方がこう1枚この点に関しては1枚上手だと思ってて、すごいこう気の利いた一言みたいなのを並べていくスタイルの主従の言葉っていう、まあ、短編とも言えないようななんか格言集みたいな文章を書いたりだとか、なるほど、あるいはその遺作ですね、つまりこう芥川龍之介が自殺した後に見つかったあるアホの一生っていう、まあ、短編小説があるんですけど、これは本当にやはりこう短く区切られた断章形式の文章で、自分の一生を振り返っている、芥川の一生を振り返っているって感じの、まあ、小説になってるわけです。おお、なるほど。それはそれでなんかさっきのジュール・ルナールさんのよくわけのわからないなんかフラッシュ文学よりかはなんか芥川さんの遺作の方がちょっと読んではみたいですね。まあそうですね、やはりルナールは上級者向けというか、私自身もまあ表現としては非常に面白いで先鋭的だと思ったけれども、まあ、その中身が面白いと思うかどうかは、まあなかなかこうもっと感受性を育てなあかんなっていうのは思いましたね。すごいなあ、いいですね。つまらんって言ってなんか捨てるんじゃなくて、ああまだまだ感受性を育てんといけんなって思う
ところがすごいなって今思いましたけど。やっぱりこう文学は挑戦なので、やはりその面白いことというか何か変わったことしてたらその形式は認めるべきっていうのは私の意見としてはありますね。そういう映画を見る僕と同じじゃないですかやってること。なるほどですね。そうか、新しいものを見るですね。あのこれまあ話してるなと思ったんで言わなかったんですけど、あのジュール・ルナーさんのさっき の, あのオムニバス形式の一行ずつ開業する話やつを聞いてたら、なんかにあの似てるなと思ったら、ああ、あのクソ映画でふってちょっとあの30秒ぐらいになんか気抜いていた、ふって戻してみたら、なんかあれ俺30分ぐらい寝てたっけっていうぐらい場面が変わってる時がよくあるので。なるほど。本来だったら、だから上手い監督だったらこうモンタージュ的に少し目を離していてもこう意味が通じるけれども、まあそれがあの上手でない監督であるばっかりにこうモンタージュがうまくいっておらず、まあ気を抜くとこうあの筋が追えなくなってしまうと。まあつまり、なるほど、クソ映画的リアリズムとしてのジュール・ルナール、いい読み方ですね。いや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 、あの福山さん挑戦しすぎですまあだからジュール・ルナール自身があのどれぐらいそれを重要視してたかは、まあ、ともかくとして、まあ、それをすごくあの非常に重く受け止めた芥川龍之介っていう、まあ、才能のある作家がいて、まあ、それがあの実際にこう優れた短編作品として、まあ、結実したっていうのは間違いないでしょうね。まあそうですね、うん。まあ、そんなわけでこう短さを突き詰めた1本目、フィリップ一家の家風、まあ、1行ずつこうフラッシュ的にパッパッパッと、まあ、あの行を、描写を表示していくっていうお話でございました。これが1つ目ですね。じゃあ、2つ目の、ジュール・ルナール作品見ていこうと思います。はい。で、これのタイトルが博物誌ですね。博物誌って、あの博物って博物館の博物。あ、そうですね、そのまま博物館の、まあ、日誌みたいなイメージです。あ、日誌の方だ。はい。で、まあ、これはあの非常に、まあ、日本でいうとそれこそ俳句的といいますか、自然であったりこうあの、うん、自然あの虫とかあの小動物ですね、これを非常に短い言葉でもって捉えた、うんうん、だから、まあ、あの日本人だったら俳句短歌で例えると分かりやすい。まあ、もちろんフランスにはこうあの俳句短歌っていうのはないので、まあ、だからこそこうジュール・ルナールがよりあの際立つわけなんですね。なるほどなるほど、はい。で、あの日本だったらこう短さプラス自然のみの演出っていうのはありましたが、まあ、フランスだとそれは異例で、まあ、だからこそあのすごい異端の作家として見られてるわけなんですけれども、じゃあもうそれ の, あの博物誌の中で出てくるこの究極ですね、あのジュール・ルナールが到達したあの最高地点です。まあ、それがどんな、おうおう、あの作品かって言ったらヘビっていうその作品になります。ヘビ、もうスネーク、そのまま、あ、スネークですね、はいはいはい。まあ、あのジュール・ルナールはヘビを見てどのように捉えたかっていう話ですね、はい。じゃ あ, あの引用しますね。はい。長すぎる。はい、終わりですか？あ、以上です。あ、そうですよ。あのすごい、あの今噛み締めているのかと思ったんで黙ってたんですけどもあのこの非常にちょっと 長かったかもしれないですね。あの皆さん退屈だったかもしれませんが、あのジュール・ルナールはこの、日本語で言うと5文字ですね、はい。で、まあ、ちょっとフランス語は読めないので、英語だと too long ですね。ですよね。それ、うん、あれだよ、2語だよなって思いながら聞いて、だからこれでもってこうあのジュール・ルナールはヘビの描写を完成させたと。いや、非常に味わい深いですね。いやいや、別にそれだけ聞いたら別にヘビかどうかさよく分かんないじゃないですか。で、まあ、これも確かに、割と前後の文脈でやっぱり重要で、さっきのフィリップ一家の家風も、はい、あの最初にまあ振りとしてこう長いこう会話があったからこそ、うんうん、最後の一行こうフラッシュ的な描写が光るわけなんですけども、はい。まあ、この博物誌もまあ同じ理屈で、確かに短いけれども、うん、あの他の動物とか自然に関する描写は、まあ、それでも普通に1ページとか半ページぐらいはあの使って描写してるんですね。あ、はいはい、なるほど。で、そんな中でこう後半に来て差し掛かってやってくるタイトルがヘビで、本文が長すぎるっていう一語でこう完結していると、やっぱりこの落差によってあの驚かされるし、まあ、その長すぎるっていう言葉だけでヘビはこう表現しうるんだなってい う, こう感動があるわけですよ。あ、なるほどね。いや味わい深いですね。やべ、あ、いや、またクソ映画が思い浮かんじゃった。クソ映画もやっぱ長すぎるから、まあ、ヘビの長すぎるはクソ映画の長すぎる的な
いやまあ過去のあのその前振りみたいなのがあって長すぎるっていうだけでヘビがのことを表すみたいなやつだと思うんですけど、サメ映画の場合、まあ特にサメ映画ですけど、うんうん、あのとりあえずサメ映画のテンプレは金髪の美女があの海の辺で泳いでいてサメにキャーって言ってサメに襲われるっていうのがよくテンプレであるんですけど、それの対局を固めたのはジョーズで、でそれがあれが大ヒットしたことによって、とりあえず水辺で美女がキャーって言っておけばサメは出さなくても、あの次の場面であのただの水面を浮かあのを映像を見せれば、あサメに襲われたんだなって分かるようになっていくんですよね、サメ映画。あなるほど、いやいいですね。つまりそのお約束ごととして、まあ、テンプレートがあるからこそその、 あのサメそのものを登場させなくてもあのお約束として消化されるから、まあ、サメ、あなるほどですね、つまりサメを出さなくてもあの成立すると。はあ、深い話ですね。とりあえずあの、まあ、もっと言えば女性の姿もいらないです。水面でキャーって言っとけばサメが出たってことが分かるんで、第一被害者はこれで終わりです。いやすごいですね、そこまでなんかあれみたいですね、その現代美術の世界みたいですねいやなんか現代美術とかもなんか我々から見たらこう、はい、あのよく分からなかったりするもののすごいこう、うん、あの実際に有識者から見たらこれはこのパロディの連続であるみたいな、その見方によって現代美術って見方あのその価値が分かるらしいんですね。あなるほど。だからすごいあの村上隆っていう現代 の、 あの日本で最も成功したこう美術家の一人がやっぱりそのすごいコンテクストにこだわって、うんまあ、それであの成功したみたいなことをこう自伝の中で語ってたんですけれども、サメ映画の中にもそのまあ文脈あのコンテクストがあの鍛えられた視聴者だからこそそいつらを省略していってもまあそれが成り立つってことが実際に表現されてるってことなんですね。そうですね、うん、なんであの美女あの美女を映すことすら長すぎるからあのだからもうとりあえずもっと言えばあの別に真っ暗な画面でキャーだけでも成立するんだろうなって思いながら見てる時あります。なるほど、だから省略の美学としてのこのジュール・ルナールの長すぎるは実はサメ映画に受け継がれていたということなんですね。そうですね、なんかあーってサメ映画だって思いながら見て聞いてます。いやいい学びですね。はなるほどですねそっか、だからジュール・ルナール的なものはやはり、まあ、芥川龍之介とか一部の天才は授与したもののやはりそのあのやっぱりこう皇族のこう短さっていうのは短い文学者っていうのは育たなかったとされてるんですけど、実はこうサメ映画の方に流れていったっていうのがまあいい落としどころですね。そうですね、まあ、実際は文学性じゃなくて単なる予算不足なんですけどまあだから予算不足によってこうあの解決ですよね、あのつまり活路をある意味表現の活路を見出していった。 いや、いい話ですね。なるほど。でそのまあ長すぎるっていうそのヘビももちろんもうそのまんまあの文字通りに解釈してもらってもいいんですけども、まあいろいろとこうジュール・ルナール言っておりまして、まあつまりその美学ってその本質は何かっていうことをこれあの話してるんですね。そのまずそのジュール・ルナールは形容詞は枯葉のように独り出に落ちるって言ってるんですね。そしてもっと言うとこう形容詞ってつまりこう青いとか赤いとか、はいはい、明るいとかそういうとこですけども、まあ、だからその空と青い空この2つを比べるのならば、青い空ってもうずっと言い続けてたらあのそれ青いが邪魔になるからこう落ちていって空だけになります。でそして空っていう言葉の方がむしろ形容詞のついている青い空よりもあのイメージをこう内側に呼び起こしやすいんじゃないかってことを言ってるんですね。ああなるほどなるほど、あそれは納得ができますね。でだからあのこう描写とかをこう省いていって、まあ、長すぎる蛇の長すぎるも要するにこうあの長いっていうもう究極の一言でもって、蛇を言い表していると。うんうんうん、なるほど。だからおそらくこのジュール・ルナール突き詰めていったらもう長すぎるすらも剥がれ落ちて何も言わない無の世界に行ってしまうんではないかって読んでいて思いましたね。まあ確かにそれはできそうですね。はい、ホラー映画っていうかこれはモンスターパニック映画とかで
やる表現か。まあ最初に、まあ集団で特に例えば5人ぐらいで、のグループでなんか怪物に襲われていった時とかは、最初の1人目はすごいBGM を大きくして、で、かつ襲われる人のセリフとかもなんかキャーとかすごい悲鳴を上げるんですけど、それが徐々に5人から4人、3、2、1で最後の1人になってる時にはもう怪物すらも映さず、そのまま何もない無音でただただその人が消えるみたいな形してから、より怖さを表現するってやり方ありますけど、それも多分最初に襲われる人が、フリーになって、で徐々に徐々に情報量を削ったとしても、そのなんていうんだろうな、まあ、モンスト怪物の怖さっていうのが黙っていても強調されるみたいな描写をよくやるので、多分ジェルダネさんからしたら、まあ、そこまでいけたら本当に究極の目標に達することになるんだろうなって気はなんとなくしましたけど、それを文章でどう表現するのかなっていう案は浮かばないですね。そうですね、確かに。だから無だったらそれこそこう禅の世界というか、禅とかももう言葉がいらないから、なんか無っていう一文字で持って禅を表現したりだとか、まあそれもう無っていう一言すらもまあ余分だから丸三角四角ってこう記号で書いてみたりとか、そういった表現があるみたいですけども、まあ、ジュルルナールもこう禅的なこう極致まで到達しようとしていたのかもしれないですね。で、そして、まあ、もっとこう、言うのならば、これも前回の、こう、菊池寛の、こう、短編小説とタイムパフォーマンスの話を思い出してほしいんですけども、その短編小説って、もともと西洋だと、あまり、こう、認められてなかったジャンルだったんですね。うんうん。そうです。まあ、19世紀とか、それ以前は、その、物語といえば長編が、まあ、主であったと。ただ、こう、様々な要因によって、こう、短編小説っていうのが流行り出して、で、その短編の名手と呼ばれる作家たちが生まれたと。っていうのが、状況としてあるんですけども、だから、ルナールは、まさに、この、フランス文学の長い、文学が主流である状況に苛立っていたわけなんですね。まあ、だからこそ、この長すぎるっていう一言は、ある意味、こう、文学全体に対する攻撃。つまり、お前らの文章は長すぎる。だから長すぎるという一言でもって蛇が表せることをこの長すぎるという言葉で表した。だから長すぎるは蛇であり、そしてこう文学に対する自分の主張の宣言でもあったという深読みが可能なわけです。ああ、なるほど。あ、面白いですね。だからまあその長すぎるっていう主張ですね。ある意味ルナールの魂の叫びを、まあ、私たちもこう聞き入れていきたいところですね。うん、そうですね。聞き入れていかないといけないところなんですけど、多分今収録時間どれぐらいいってんだろうな。まあ、3、40分ですかね。まだ短めですね。まあ、そんなわけでそうですよ。だから私も最初の方に言ったじゃないですか。もう最初の5秒ぐらいでも話は完結している。つまり、この蛇の、まあ、長すぎるっていう一連の下りは、はい、まあ、打足であったわけですね。うんうん。はい、ちょっとだけ反応です。です。冒頭1秒で前振りもなく長すぎるだけだと振りもクソもないと思います。じゃあそこはもう汲み取ってください。じゃあそんなわけで、ジュール・ルナールの短さの美学についてお話をしてきました。はい、まず一つ目が、フィリップ一家の家風で、最初は普通のこう日常系の小説だったのに、まあ、徐々にこう短くなっていて、ラストはもう1行ごとに、まあ、その場面が切り替わっていくっていうすごい新しい手法、前衛的な手法を、まあ、ジュール・ルナールは使っていたと、はい、そして2つ目が、博物誌ですね、まあ、自然とかこう虫、小鳥、そういったものを書く中で蛇を、長すぎるの一語で言い表したと。うんうん、まあ、この長すぎるっていうのはジュール・ルナールの美学のこう結晶でもあり、 これまで長すぎた長編小説主流の文学に対するある意味こう異議申し立てであった、そういった読み方ができるっていう話をしてきました。そうですね、うん、そしてもう我々のこのお話も全て打足である、長すぎるっていうのがまあ結論なわけですね。いや、まあ、うん、まあでもここまで言った話っていうのが全部振りだとして、まあ、
まあ長すぎるっていう冒頭のやつを振り返っていただければそれでいいかなって思います。そうですね。そしてこの動画が長すぎるということをこう噛み締めていただいてですね、そしてこう髪の毛がその長すぎるのが良くないジュール・ルナールに習ってもうみんな頭をこうこう丸めていただいて、そしてこう真の文学者を名乗ってもらえればと思いますね。だからヘビなんだよ髪の毛いやだからこう高校球児というかこう野球部のこう厳しい部活動 の、 少年たちこそが文学であるということですね、ルナール的には。いやめっちゃ偏見ですけど本読んでないでしょあそこら辺にいる人たち。いやでもあれですよ、その野球の文学ってそもそもこう野球っていう言葉自体が誰でしたっけ、正岡子規でしたっけ、正岡子規が当時こう西洋から輸入された、アメリカから輸入された習慣としての野球が文学少年たちにも流行った時期っていうのが確かにあったので、まあそのこう残りがというか、やはりこう昭和とかに入ってからスポーツと文学って切り離されてしまいましたけど、まあその野球と文学の関連みたいなのもおそらく、まあ詳しくは調べないとですけども、調べてみると面白いと思いますよ。へえ、あ、なんだ、こんなカウンタークラブとは思ってなかったですね。だから野球は文学ですよ。だから高校球児甲子園を見てたら皆さんはこう頭のこう刈られた髪の毛のないこう高校球児たちを見て、ああジュルルナールだな、長すぎるもんな俺たちの髪は、私たちの髪はって思っていただければですね。なんかこのままいったら多分長すぎるエンディングが迎えると思うんで、ここで切り上げましょう。そうですね、まあ、この動画がまあ長すぎるということで、皆様もこう長すぎるコメントをそう控えていただいて、もうむしろコメントしない方がいいですね。つまり長いですもんねコメントは。それはちょっと YouTube 的にちょっと困るんですけど。そうですね、確かに。だからまあこう一瞬で済む高評価とかを押すと、タイムパフォーマンス的にもこうニコニコですね。そうですね、はい、まあ、ぜひとも皆さんコメントは差し控えてもらって、高評価の方をよろしくお願いします。そうですね、もう長すぎるこう時間をもう生きないようにしましょう。人生はこうフラッシュです。はい、じゃあありがとうございました。はい、それではありがとうございました。